フランコベナンティ、フランコベナンティは、イタリアの画家で作家、ペルージャ出身。1963年、ジェラルド・ドットオリア他の知識人と共に、ペルージャで、ウンブリアの歴史的、科学的、芸術的側面を促進することに専念する、カルチュラル・アソシエーション、ルイジ・ボナッツィを設立し、1974年まで、その議長を務めた。この協会の目的は、 ウンブリア州の蒸気の側面を明らかにすることであった。1970年に彼は、マドリードとバルセロナのビエナーレで、初めて海外に出展した。1978年に彼は、芸術的功績で、テルニシからバレンティーノ道路を授与された。1985年に彼は、アレッサンドロペルティーニ首相から、イタリア共和国功労勲章の勲章を授与された。2003年に、 カルロ・アツェリオ・チャンピは文化的及び芸術的問題の善意に対して彼にメダリア、ダルジェント・アル・ベネメリティ・デラ・カルチュラ・エ・デ・ラルテを授与された。その後ペルージャ氏は最も有名な市民の黄金の本に彼を加えた。1993年、彼は東京のトーマスギャラリー・ギャラリー・サブローで古典を開催した。彼の作品はドイツ及び海外の多くの指摘及び 公共のコレクションで見られる、アイントリックバイムクワイアナル。ありがとうございます。